ところありますか？不便さはないんですけど、やっぱり空気のきれいなところとかじゃないので、自然が欲しいなと思います。家賃自体は5万5000ぐらいかな。安い！超羨ましい！ Hey guys and girls, it's Cathy Cat. People from Japan who do not live in Tokyo, how much do they actually spend on rent for their apartments and how big are those apartments is something we're going to go find out today because we're going to go and ask Japanese.現在はニューヨークのマンハッタンに住んでます。マンハッタンの暮らしと日本の暮らし比べると何が違うんですか？大きく違うのは広さ。マンハッタンの方が、部屋も広いし建物自体も大きいし道も広い。日本の方が全部狭いです。家賃は大体いくらなんですか？何部屋でいくらなんですか？家賃が50万円ぐらいで、でも日本より安いような。あ、50万、待って、ちょっと待ってください。何ドルですか？$4,500 です。結構な値段ですね。そうですね、ワンベッドルームなんで、それは、1LDK か、リビング、ベッドルーム、キッチンで、いいところはタイムズスクエアから歩いて徒歩5分なところと、すごい、超楽しい。はい、観光にはすごい便利ですね。あとは家の中にプールとかサウナとか、図書館とかあったりして、遊べるところが結構マンションの中にある。その場所選んだ理由は何ですか？主人の会社から近いっていうところと、普段のお買い物とか遊べるところに近いところが良かったんで、そこにしました。あれば悪いところ、治安があまり良くないところですね。あ、はい、ホームレスがたくさんいるんですよね。あとは麻薬中毒者とかも結構いるので危ない。じゃあめっちゃ面白い。そんな家があるの知らなかったです。あ、そうですか。はい、面白い、楽しい、住んでて。はい。じゃあ今どういった住まいしてますか？品川駅の近くのマンションに住んでます。 2LDK で駐車場も入れて25万円ぐらいだと思う。新幹線とか駅が近いのと空港にも出やすいので、私が出張が多いのでそれがいいみたいです。不便なところありますか？不便さはないんですけど、やっぱり空気のきれいなところとかじゃないので自然が欲しいなと思います。今どういった住まいをしてますか？一人暮らしです。お、家族で住んでます。一人暮らし、女性、わー、結構大変ですか？そうですね、仕事から帰ってきてから家事をするのとかも疲れちゃうので、お休みの日にまとめてしています。じゃあどういった家なんですか？アパートとかマンションとか。マンションで 1K です。部屋の大きさを説明するとどれぐらい大きいんですか？部屋の広さは 9.6 畳です。でも結構大きい方なんですね、東京とか千葉の辺とか。そうですね、部屋は広いと思います。部屋はベッドとソファーとテレビと机だけです。でも結構いろいろ入れてますね。ソファーがちょっと大きいので2、3人掛けの大きいソファーを置いてます。じゃあ一人暮らしを決めた瞬間にはこれは絶対譲れないのを教えてください。お風呂とトイレ別々、あと独立洗面台、お風呂場にあるのが嫌なので。その別々をこだわってる理由があるんですか？理由？で、物も置けないし衛生的な問題かな。今の暮らしが快適ですか？まあまあ、はい、快適です。じゃあプラスとマイナス1個ずつピックアップしてください。プラスはお部屋広いのでそこはプラスかなと思うんですけれども、駅からちょっと遠いので、あと都内も少し遠いのでそこがちょっと不便かなと思ってます。駅に近いと家賃が上がってしまうので、少し駅から離れて、まあ、10分くらいだったらいいかなっていうので歩いて10分です。お、まだまだまあまあ近いぐらいですね。家賃どれぐらいですか？家賃は共益費込みで74,000円。おお、安い。千葉なのでちょっと安いかもしれないです。部屋の中に役に立ったものとやっぱりいらなかったものありますか？ソファーはいらないです。あの大きいソファーが？ソファーはちょっと広すぎてなんか一人で座っても寂しいし、ちょっと物置になっちゃってる。必要なものはやっぱりベッド。月に10日間くらい家にいないことがあるので、やっぱり自分の好きな場所で寝れるのは大切かなと思います。自分の好きな場所で寝ること。家族と一緒に住んでるか、実家ってことですか？あ、違います。主人の子供がいます。まあ 2LDK ですね。リビングが1つに部屋が2つなんですけど、
まあ一つは今ちょっと物置状態になってます。将来的に子供が遊べる部屋にできたらなとは思ってるんですけど。家賃なんだいたいいくらかかってますか？でも13万ぐらいです。おいい感じですね。駅から近いですか遠いですか？でもちょっと私も同じようにちょっと離れてるのでそこがちょっと大変です。あ、特に赤ちゃんを運ぶときには。そうです、もうベビーカーが欠かせないですね。その家を選んだそれは絶対譲らないポイントとかなあったんですか？カウンターキッチン。なんでですか？やっぱ向かい合うことができるので子供が何かしててもキッチンに立ちながら様子が見えるっていうところですね。あ、じゃあもう子供を考えて選びました。あ、そうですね。どういった住まいしてますか？三重県です。2人暮らしするために家出たんですよ。ワンルームで15畳ぐらい。おー、結構大きいワンルームを2人でシェア。そう、込み込みで7万ぐらいかな。おー、お得ですね。全部入れてってことは水道とかも入れて？そうそうそう、光熱とか全部入れて。じゃあ引けばどれいくらになるんですか？家賃自体は5万5千ぐらいかな。安い、超羨ましい。その2人でそこに住めって決めた瞬間にはまあ条件はとりあえず狭いのが嫌やったで。でもその部屋いっぱいあっても困るし、全部まとまっとるワンルームが良くてとりあえずワンルームにしたのと、周りが静かなところ、僕が独断と偏見で決めたもんね。もう見た時に、あ、ここやなみたいな。じゃあそんなたくさん部屋がいらなかった理由は？喧嘩した時とかさ、逃げてまうやん、違う部屋に。あ逃げるスペースを作らないって、うん、あと家も建てたいで、そんなずっとおるつもりはないで、アパートに。ってことは今はお金貯めてって感じですか？子供おるんですよ今。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。でちょっとだけアパートで暮らして金貯めて来年再来年ぐらいには家建ったいなって。今のワンルームアポントのいいポイント一つとちょっと苦労してるポイント一つを両方教えてください。駐車場、駐車場がない。いいとこなんや。めっちゃいいとこってのはないっす。ないね、うん、もうなんなら早く出たい。駐車場は2つが必要なんですか？そうっす。お互い車乗っとるじゃないですか。駐車場が契約した時は2個って言われとったんですけど、アパートの部屋が満室になってしまって、でなんか駐車場なくなって1台しか止めれやんって言われて。じゃあ全ての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。 So outside of Tokyo youWe'll definitely find cheaper places. However, in many occasions, you actually need a car. So then you need to have a car space and you need to pay for that car space. So that might again put the price up a little bit more. So that's probably an issue that you have in different cities as well. The further you go into the center, the more expensive things get. The difference is that in Japan, you have to have a parking space for your car and you have to generally most of the time pay for it as well, so calculate that in. Maybe don't get a car when you come to Tokyo and you want to have a cheap apartment. I hope you have a great day. Don't forget, there is a related video, and if you're new, don't forget to hit that subscribe button so you can join us on more adventures here in Japan. And if you have been with us, don't forget to push the like button on the way out. Catch you soon!